山本美鈴のハッピースマイル。おはようございます。山本美鈴です。この番組では毎週今を懸命に生きている人を一人取り上げ、その人の活動や生き方を紹介するとともに、その人のハッピースマイルを探っていきます。ハッピースマイルは人と人とをつなぐ合言葉、ルームズ衣川商事がお送りします。小松市大和町日本料理梶助、梶愛子さんにお話を伺いました。愛子さんは熊本県で生まれ、3人姉妹の末っ子、実家は旅館をやっていたので子供の頃からフロントの仕事を手伝っていました。中高一貫の学校では弓道に打ち込み、内緒で居酒屋でアルバイトをしました。その時に人と関わることが楽しくて、お客様の笑顔を見ると自分も元気になりました。人と関わる仕事がしたいと思い、熱海の国際観光専門学校ホテル科に進み、熱海の旅館で働きながら学費を払いました。留学生もいて、自分の国の話をいろいろ聞きました。みんな国を誇りに思っているんだと実感しました。それから日本料理や着物に興味を持ち、着物で接客したいと思いました。卒業後、東京の帝国ホテルのなだまんに入りました。先輩に恵まれて、チームプレーの大切さやお客様に対する丁寧なおもてなしの心を学びました。迎賓館やケータリングにも関わらせてもらいました。なだまんに修行に来ていたご主人と出会いました。小松市で日本料理梶助を営んでいた両親が、なだまんを訪ねてきて、お嫁に来てもらえませんかと言われ、ご主人の誕生日にお返事をして、めでたく結婚。小松市大和町の梶助に入り、店を手伝いながら子育てをしました。梶助は祖父母が染め物屋から転じて居酒屋をやったお店、茶道にも精通していたのでお茶室もあります。梶助の大おばあちゃんは人が大好きで、美味しいものはみんなで分け合って食べる、そんな人柄や店の歴史をお客様が教えてくれました。2019年にご主人が社長になり、お店を改装して、2020年12月に趣のある日本料理梶助としてリニューアルオープン。愛子さんはいろいろな人と出会い、自分はつなぐ役目をしていきたいと思いました。コロナ禍に小松市の若おかみ4人がつながり、こたまの輪を作りました。小松の魅力を世界に響かせたいと、お互いの良さを認め合い、力を合わせて活動しています。小松市大和町日本料理梶助の若おかみ梶愛子さんは、今を楽しみ、出会った人と触れ合うことがパワーになると考えています。ハッピースマイルは人と人とをつなぐ合言葉、ルームズ衣川商事がお送りしました。